おはようございますす西田渡です、えー、6月2日、えー、水曜日ですね、今日なんですけれども、えー、とちょっと前日収録ということでね、今日ね、撮影なんですよね、撮影、まあ、YouTube の収録もするんですが、ちょっととある撮影をするということで、えーと、朝が早いんですよ。なので、これを皆様ご覧いただいているときには、おそらくもう現場入りしてるということで、前日に収録。で、もろもろ、明日の撮影の準備っていうところで、なので今日はね、人物撮影を一人するのであれば、 一人の人物撮影ですね。まあ男女問わず、一人を、えー、シューティング、えー、と、写真で撮影するんだったら、軽量化しつつ、クオリティも担保しつつ、2本っていうところでね、ご紹介しようかなと思います。もう結論から。明日はキャノン機で、キャノン機とライカで行こうかなと思ってて、まあ、あの、もう一台サブは入れてるんですけれども、えー、こちらね、R5 持っていきます。まあこれがメインですね。ダブルスロットに、えー、と、ドンと。 えとこれがプログレードの325コバルトこれが振り分け記録でローですねこっちが JPEG 振り分け記録コバルト256これ JPEG ですねでえと通りながらワイヤレスで iPad に飛ばしてクライアントチェック っていう感じがこれれがままずメイン機 R6 も入れてますこっちにはもう入ってないんですけどね、こっちはね、もう本当必要最低限で、いざとだったら、明日は室内もロケも打つことになりそうなので、これだけでとりあえずは取れる装備をまずは用意しておくみたいな感じ。で、あっちにはね、R6 も入れてある。まず、ボディは R5 ね。じゃあ、2本のレンズっていう風になったとき、人物1名ね。ってなったときに、まず、いの一番はやっぱりここですよね。はい。もうこれ入れてます。RF の、えー、28ランジュ F2 ですよね。もう これがあればもう単焦点ドカッと入ってるのと一,一発で終わるんで正直ここさえあれば人物ねあのー、まあマクロ機能とはいえこれも0.180.23倍ぐらいまでは取れるんで0.18倍かなまあバストアップぐらいまでは全然取れるわけですよこれ一発あればもうでかいですけどねただしこれ一発あればもうほぼ9割方取れてしまうということで1個とあとは持っていくのはもう単純に えとレンジをカバーすするだけですねこういった時は7200の F2.8。今後またね、これの例えば70、150、F2 とかが出たとすればそっちに切り替わるかなというイメージですね。なんでやはりなんですけども、もう単純にこういう装備ですね。人物を取ります。1名です。どうなるか分かりません。ロケも室内も打ちます。自然光もでも運用していきます。ストロボも一を持っていってます。プロほどの B 1 0と A1。 を持っていていますプロフォートをねですがなるべく自然光で柔らかく雰囲気を作りたいっていうところなのでストロボはなるべく一応補助光ぐらいで考えているなのでできれば自然光で撮りたいそして明るくクオリティも高くてなるともうこの2発あれば十分かなっていうところですねもちろんここにね50もっと余裕があればの、mm、RF の 50mmF1.2 とか RF の 85mmF1.2 この2本ぐらい足したいところではあるんですが とにかくね、1人でまあ明日一応スタッフは連れていくんですけどもお願いしてるんですけどもどっちかというと,と YouTube の収録でほぼ手、えー、と手一杯になると思うんですよね僕が撮ってる姿を多分収録してもらうということでねなのでそれを考えるとほぼ1人でレンズの交換や撮影をしていくって考えると。 もうやはりこのの辺にななっっててくるのかなって感じですよねこれはなのでプロだけでなく普通にポートレートとか、えー、と撮影する方とかにも、ね、応用が効くと思うんですよね。なのでクオリティ高く間違いない撮影をしていきたければ R5 にこのね、えー、RF2870 の F2 と RF の7200の F2 ってこの2本あればもうほぼ OK でしょうっていった感じですね。マクロもいらない。もうあとはトリミング4500万画素あるんで、えー、とよりが欲しければ 取って抜いちゃえばいいっていうね、そういった考えでいいと思います。何よりもフットワークは軽くっていうのと、もう最悪これ一個一台えっ、ー、と一台 1一レンズあればもうほぼ取れてしまうぐらいのマインドで臨むと何をどう取るかっていうところに集中できるのでねなんで明日はある程度、えーとまあ、撮影するといっても本当に全てが細かく決め込めてるわけではないのでそういった時には機材はシンプルにしておくこれが鉄則ですね機材が多ければ多いほどそっちにリソースを割かねばならないっていうことでね非常にクオリティが落ちていくんですよねどんどんね集中力も落ちていきますからなんであとはね雰囲気出したければえっ、ー、とここライカ持っていってます ライカね、こっちがライカの M 0に、まあ、50mm のタ玉ですよね。まあ、これも F2 なんですけど、写りが全然また違いますから、えー、とアポズミクロンも持っていってるってことですね。2 8ミリこっちの 50mm の F2 レンジでも明るさは一緒ですけれども、また写りの質感、雰囲気が、暗部の雰囲気とかも多少は変わると思うので、なのであとはレイジファインダー独特の、ね、距離感みたいなところを演出する、空気感みたいなところの演出を、空気を変えたければライカを持ち出すっていうことで、こんな感じですね。なので あとはね、えっ、ー、と、ちょっとした、ここに、それぞれ、それぞれ、えっ、ー、と、ストラップ入れてたりはしてますね。えっ、ー、と、イカ用、こっちがライカ用、忍者がライカ用で、忍者ストラップがライカ用で、こっちが、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、アンカー、あえっ、ー、と、ピークデザインのアン、なんだっけな、スライドライトかな。これ、東京店限定で買ったので、ここが黒いんですよね。黒い感じ。 っていうところですか、ね、なので、まあ、あとはここ辺にビューファインダーが入ってるや、これ、ライカのビューファインダーですね、人物撮影するときにはビゾフレックスあった方が比較的便利なので、ね、やっぱり自由度がかなり高くなるので、連写とかね、これ、ゾーンの消失,消失時間が非常に長いので、そういった意味でのウィークポイントはあるんですけれども、全、まあ、面でピントを合わせたり、ピントのピークのつかみやすさはやっぱりね、ビゾフレックスいいので入れておくって感じですかね。 まあこんな感じになってます。なので、超シンプル。もう本当に2本。とにかく失敗せずに確実に取っていきたい2本ってなると、この2本かなと思ってます。現状の RF システムで仕事ですってなった時ですね。なので、もう手早く間違いないクオリティを担保したいという時には、この2本になるかなと。えー、2870の F2 ですよね。これと、えっと、 ごめんなさい f2.8 これはもう本当にフォローっていうかね、えー、と圧縮効果狙いたいですとかそういった時用に考えておけばいいのかなと思っておりますねこんな感じですなんで基本は2870で F2 のやっぱりズームあるとめちゃくちゃ安心ですよねとにかく明るくも撮れますし背景ボケも生かせるし明日基本的には、えー、と印刷っていうよりかは比較的ウェブ媒体とかで使うことが前提なので 最悪ね2.8とか 2.5F2.5 とかで撮っててもねそこまでの何ていうのかなある程度ボケ足があるぐらいでちょうどいいと思うんですよね小さいサイズで使う時にはボケ感空気感の演出はボケればボケるほどやっぱりね今の時代はこういったスマホとかの時代で写真見るのでボケてるな明らかにボケてるなっていう時は F2 ぐらいでね解放しててもいいぐらいなのでねそういったところはいいのかなと思っておりますまああの辺にねまた いろんな機材まだ持っていってるんですけどもこの辺はまた後日ね出せると思います細かい機材の紹介とかおそらく西田塾 YouTube メンバーシップの方でねご紹介しますので興味がある方はこちらのセカンドチャンネルではなくメインチャンネルの方の YouTube メンバーシップですねそちらにご参加いただいて僕のねこういった仕事の時の機材のセッティングのことこと細かそしてえっ、ー、と 撮影風景のこと細かなセッティングとか、トータルでね、あの、撮影のフローを皆様にご覧いただくことが可能なので、そういった意味ではね、興味がある方は、西田塾の情報がかなり有益なものになっているのかなというふうには、僕自身では思っておりますので、ぜひね、興味がある方、ご参加いただけたらと思います。というところでね、今日もおそらくもう撮影に入っているとは思うんですけれども、えー、ぜひね、今日も皆様、一日健やかにお過ごしいただけたらと思っております。それでは、西田渉でした。どうも。